水の音の廊下の向こう、教室の中かもしれないな。あ、あ、トイレ入れなくなってる。おお。2の A。ここか？ここじゃないっぽいな。廊下の向こう。怖いな、マジで。突発的な霊障が怖いな、本当に。ここか？おい、水溜りがあるぜ。あ、なんか水浸しになってる。潮式じゃあ、足音で、足音が出ないからこれ。普通にやると出ちゃうからさ。これだと足音しないんですよ、保証さん、ほら。マジで本当だ。いや、スニーキングの意味ないからね、ここで。誰に対してやってるんですか、それ。死人にちょっとアピールしてる。こんなこともできますよっていう。見られてるからね、この日の行動は全部。好感度上げてどうすんの、マジで。この日の行動は全部見られてるから、なかなか面白いことするなって多分思われてるんじゃない。まだ生かしといてあげようかな。まだ生かしといてあげようかな。いや、マジで、また突如顔出してくんの、マジやめてほしいんだけど。え、どうでしょう？ひょっとしてこれあれか、な、ナオミ堀越さんの提訴手帳。あー、ほんとだー、ドンピシャ。ということは、ほんとにここにいたんじゃないか。またホースで。道具の説明欄が重要な情報を得られるときあります。うん。いや、そう言ってメニュー開かせたら、ドンピシャやるんでしょ。え、じゃあ、なんだ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 。なに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 。やべろやべろ僕。なんだろうこれ。これな、これ堀越さんだよね。あ、後ろになんかいる。あ、本当だ。赤井さんが堀越さんを教室でがんじがらめにしてるみたいな。え？俺脳裏に浮かんでるんだ、この光景が。後ろなんか花って呼んでるんだ。ああ、あの時はごめんね。あ、なんか言いたいことあるって言ってたよね。うん。おお。やっぱりお互いちょっと両思いみたいな感じなのかな、これは。かなぁ。私もあなたが好きってそういう感じ？その答えか。でも、それが答えなのかな。ちょっと待って。ちょっと待って、よろしくない流れよ、これ。よろしくない流れになってきたね。おお。あれ？うわっ、首チョンパした？俺はなおも生きてないだろうな、これ。これあれだね、やっぱ俺死人に見せられてるんだな、多分。今、花子にこんなことさせましたよ、ここ、行動者出来事よく見とけよって言って。いやー、まあ、悪質だよ。妙にリアルな映像だな。まあ、もう、堀越さんも生きてないんだろうな、これ。なぜ？安岡から、安岡って、死因の人かな？死因の人だね。代々見えざるものを見る力を持つ者が多かったという。そのせいで見入られやすく非業の死を遂げていった。自分の中にも九条家の血が流れている。かつての名前九条政宗を捨てようとも血脈の宿命から逃れられない。ビジョンが見えたのはそういうことだろう。見えてしまうんですね、潮式ね。いくら紛れた名前にしていてもね、九条政宗からはだいぶ違うけどね。おしゃれな名前からなんで
俺たちが紛れたことによってね、なんかちょっと、ね、でもちょっとかっこよくないですか、潮式とかなんかちょっとかっこよくない、名探偵潮式。潮式一生よ、でもいいんだよ一生って、いいじゃん。いや、潮式考え方はかっこいいね。かっこいいね。こんな思いをするのは俺だけで十分だっていうところがね。俺だったら共感したいから絶対話すわ。うん。ダイモン、これ共有しようぜって言って。うん。道具を調べてみよう。これだ。おー。鼻緒だって。花と名を、秘密の鍵は花を使うのかな、花をってと花をね、花をってさ、870だな、870だな、これ。え、待って、その数字はいか場所で使うんですか。どっかで多分私の好きな数字、そこまで先読みした。私の好きな数字言ってってトイレの花子さんに言われたら870、うん、あ、鼻をね、許すわみたいな。そうそうそう、え、数字1とかって言われて、違う3桁よって言われて、あ、もうブシュッ、首シュパーって、なんで首シュパーなんで、死んじゃうじゃねえか。終わりなんよ物語が。さっき狐がいたとこどこだっけ、ここだっけ、1階じゃないあれ、1階の窓の方じゃない、おい、狐いなくなってる、やめて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 、あれ1階だからじゃないの、ここかな、やばい、2階だっけさっき見たの、さっき、いや1階で見たんじゃない、さっき言いなかったよ、ここ2階でしょ、あ、ごめん、2階だった、ごめんね、ちょっとやめて、怖いもの増やさないでしょ。ごめんね、あー、びっくりしたー。まあじゃあ3階行きますか。マジ手が疲れてくるからな。なんで手が疲れんの。え、あの画面と自分の間に微妙な位置にこう位置取りしております。そうなの、あれもう常にマウスに手が伸びてる状態なんでしょ今。いや違う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 、もうちょっと今からちょっと花子呼んでホースで切ってもらおうかな。あ、ね、画面を小さくしても逃れられないって知ったから。あら、いつでもビジョンを隠せるように手を前に置いてるんです。え、何、あ、歌うな歌うな、手で画面隠そうとしてるってこと、うん、そうだ、微妙にちょっと隠れられるからさ。いや、今んとこ逃れられてないんだけど、そしてここさっきね、ちょっと隠してたら画面の端っこに出てきたんだもん、あいつ、ね、お見通しなんですよ。そうして、お前そっち隠してんだろみたいな感じしてくっからさ、このゲームを作ってくださったデベロッパーエクスペリエンス様の目にはもうそんなお見通しだから、どうせ画面隠すからこの辺に出したろみたいなさ、この辺に出したろとかさ。ちゃんと真ん中に出してよって思って、うん、あれ何もねえよこれ。これはでも、ここ花子が歌ってるのかな。うん、いや、歌はなおみじゃない。あ、そうか、でも弾くのは花子でしょ。ピアノがなお、花子だもんね。そう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 。さてさて、女子トイレかい。うん、うん、しかし、なんで夜の学校の女子トイレってこう女子トイレってこうトイレって怖えんだろうな、どのゲームでも。いや、ほんとよ、ほんとよ。俺らがなんかトイレに対してそういうイメージを持ってるんだよな、多分ちっちゃい頃から。なんだろうね、あの先入観の。なんでトイレって怖いのかね。夜一人でトイレ行くのもなんか怖いさ、行動の一つに数えられるじゃん。ねえ。なんか、大体階段もそうだし、いや別にマイナスなものが溜まってるところだからだろうね、多分ね。あ、それはあるかも。古来よりなんかやっぱりここイメージもあるだろうしね。うん、ん、おお、歯がありますね。泉くんの歯じゃないこれ。泉っ歯があるぞ、泉っ歯が。ゴム手袋でしょ。
よし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 。ゴム手袋大活躍なんだけど。ありがとうございます。これは前なんか歯の形変わんないからもう奥歯の方の歯を集めてるよ今。犬歯とかないし。あ、だからか奥歯だから計8本なの。奥歯ってそんな感じ？8本だっけ？8本あでも8本じゃない永久歯。奥歯の方だよ奥歯の方。永久歯は20本ぐらいあるだろう。後ろのあの形って。あのあれね、うん。上下で10本ぐらいあるんじゃないの？よし。いや泉くんもしかしたらあんま歯ないのかもしれない。なんでだよ。なんか歯磨きサボってた人かも。虫歯でなくなっちゃったの。そうそうそう。俺全部抜いちゃったんだみたいな。全部抜いちゃったらそんな声出ないから。俺全部抜いちゃったんだってなるから。あどうダイモン急にダイモンやめろ挟まないでそういうの。そうだね、うん。お前がそういうこと言った後大体出るんだよマジで。ダイモン先生そろそろやばいかな。そろそろやばいかダイモン先生交代するか。いやまだサスペンシん虫がよく走ってた。おい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 。あれね黒い黒光りするやつだね。よかったですよ敵がゴキブリじゃなくて。言ってしまったじゃないか。あの A 行きますか。はい。いや違うここじゃねえよ。わあちょっと光沢の位置違うよ違うよ。違うよね。これ怪しいな。これなおが入ってるんじゃない教徳。背中を見ながら授業する。ナイスジョーク。この歌詞わかる？なんて言ってんだろうこれ。ん？いまいち聞き取れないんだよな。あ、この部屋楽くんで言ってる。うん。気高き女神のおかげって言ってるよ。でも声は綺麗だね。あ、うん、これあれじゃない？ラジカセのやつじゃない？いや、それはそうなんだけどさ。うん、どこにあるかっていう話よ。この俺、てっきり今まであの、なおかなんかが歌ってんだと思ってた、その場で。こっちも怖いけどね。次は僕に試させてうまく開けられるかもしれない。お、頼んだぞ。どうやって力を加えるか肝心なんだよ。お前力なさそうなに。あ、開いた。やったー。これダイモンがいないとダメだったんじゃないか。アイちゃんだったらなんか普通に私開けますね。バーン。ちょっとダメみたいですねって。あ結果的に開けちゃうってこと？そうそうそう。ハオハオ。あれかな。もっと力のあるやつ、大人を連れてこなきゃいけないとかなるのか。まあだからテキストで語れるのかもね。ね。やったハオだ。あと1本じゃない？あハオだ。ハオあと1本だね。1本で泉くんコンプリートじゃん。うん、はい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 ラジオにテレビに。はいは私はちゃんと待機しております大丈夫ですいつでも来て。これかハモハナコ回ってる。困った。うん、そうね、この江原学園って言ってたもんな。あ、どうしようかね。むしろもっと明るい話してくれ。持っていく？あ、花子が来たら聞かせるか、これ。あら、この絵は学園、気高きって聞かせるか。あ、でも流したらあれじゃない、これじゃなくてって言うんじゃないの。え、なんで？この曲じゃないって。8ビートの曲？そんなノリのいい花子は嫌だ。ここ
あと1本どこにあるのかな、ね、むしろなんか堀越さん探すより歯を探すことが目的になってるから。あ、そうか、これ名を探すのか。ん、何、え、唐突だね。本当に唐突だ、やめてくれ。手帳のページによれば、そうね、まあ幽霊ってそういうところに思い出の場所に結構固執するみたいなね。そうね。ああ。ああ、まあそうね。とても行きたくないね。その前にこっちの教室からだ。うん。大門、我々は歯を拾わねばならん。歯見つけてからな、進めるのは。うん。それ用具入れ持ってってもしょうがないからね。後ろの下駄箱、後ろのなんかこう生徒用のさロッカーを調べられないだけいいよ。あ、それは間違いない。むしろ用具入れだけでよかったというべきだ。あれ全部一通り調べたけど歯は足んねえ。見たね。歯は多分音楽室にまたあるんじゃない。ああ、なるほどね。うん。音楽室一回あったよね。あそこでもチープシャーしてたから。ということは、保健室に帰還しようぜ、一回じゃあ。そうだね。アイちゃん、チェンジする？あああなんなんだよ、マジで、もうさ。潮式より俺のライフが減る。レイ交換しよう。も聞いてね。レイ。遺恨の確認。あと1個入手できるのね。はいはいはい。これ交換しといていいと思うんだよな。きっちり全部もらえるわけだもんね。これな、何が変わるの？バッグの強化なんかしといていいと思うんだけど。バッグの強化ってなんだ？私装備品か？持ってけるアイテム。あ、バッグ、俺だ俺だ俺だ。あ、俺、はいはい、俺のバッグだ。あ、行動の実行率変わるんじゃない？変わるね。バックに霊的な効果つけることできます。効果の恩恵は高くないって。レイゴの入手を優先しろって。よそし。あ、2パー上がるのか。いや、やめよう。じゃあこの幸運の招きウサギにしようよ。なんだ。おー、10本。すごいじゃん。でかでかいよ。いいね、これでいいじゃん。これはダメージマイナス1。へー、うんうん。これはダルマ病炭行動コストマイナス1。あー、確かにいいじゃないこれ。なんかまあこの辺のレイゴ動かしていいよ多分な。ね、バッグ以外持ってってよさそう。バッグ以外持ってっていいね。はい。あ、いいじゃん。強くなったね。え、これを装備するんじゃないか。どうやって装備するんだ。え、これもう持ってることになってんじゃない。あ、みんな持ってる。全員に共有されてる。ね。あ、素晴らしいじゃんこれ。頑張ってね。素晴らしい。頑張ります。遺恨が必要。はいはいはい。うん。オッケー。じゃあ一旦中断します。はい。音楽室行くんだったの確か。走るね。ここは大丈夫でしょ。うっ、うんうんうん、あ、よかった、危ね。 あれ何ピアノの音聞こえる。音楽室ね。いや行きましょうか。あ、ちょうどいいじゃん。近いっすよ、行きましょう。いや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 、なんかバトルの予感がするな。さあ、何が出るかな。誰も出なくていいんだよ。いや、誰かいる。ほらほら、誰かいる、誰かいる。あ、でもちゃんと人の形してる、大丈夫、これなら。うん、でも足なくない？あ、もう嫌がってる、大門先生。でも人の形してれば大丈夫。あ、そうなの。セーフ。どうも。花子セーフ。花子だよね、多分。おお。あ、綺麗だ、綺麗綺麗。これは少女というよりはなんだ、マネキン？マネキンに見えるよね。蜘蛛の巣に走る亀裂、右目にぽっかり開いた空洞。人間ではない。人形の少女。あ、そうなの？これは前作の死因だね。うん。自分の意思を持ち言葉を喋った。あ、そういうなんかマリオネットみたいなのがいたってこと？
お人形様が。あっ！あっ！痛い！痛い！よよ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 よ。何？また自分の意識の中が。あ、これ花子。花子っぽいね。いや、でもなおお前がもうチョッパしちゃったのでは。何これ。トイレじゃん。トイレに行けって。あ、そこにいると。おお。首を吊ろうとしている。あ、自殺しちゃっ、あ、自殺って言われてるね。そういえばそうだ。あ、花子の。一人の少年女が楽しそうに見眺めている。少年は泉に隠れて、もう一人はあれか、あのリボンの子か。ああ、最初のね。ああ。夢、助け、やだ、やだ。え、あいつらがさせたのこれ。いや、これはこれはまあ泉君はもう殺されてもしょうがないな。もう歯抜かれてもしょうがないよマジで。首吊りごっことかいう、なんか一時期あったような、なんかそう気絶するやつあったよね。気絶する遊びみたいな、やめろ、なんか危ないよやめろって言われたやつ、ね、あったね、あった。俺らのなんか俺らよりちょっと若い子世代でなんかちょっと流行ってさ、ちょっとちょっとだけ社会問題になったよな。なってた、なってた。そんなもんとはレベルは違うけどさ。うわ、やばっ。やっぱこういうのね、冗談で済まん。これが面白くなるのは人としてまずいよね。結構あれなんだよな、人間って結構簡単に首つって死んじゃうんだよね、確か。死んじゃうね。なんか確かこういう風に立ってなくても、あの横になっててもちゃんとできるんだよね。そうそうそう、横になった状態でもそのちゃんと、なんだろう、通せばできちゃうんだよね。多分高さが別になくてもなくてもいけんだよね。そうそうそう、その辺をね、ちょっとね、分かってないとね。そんなの分かってねえからな、多分。簡単に死ねちゃうんだぞっていうのが、やっぱり。高校生だからな。無知は罪だね。まあ、これはそういう、そのレベルの話じゃないからな。堀越と話をつけた？どういうこと？どういうことだ？な、どういうこと？なんの？どういうことだ？何の関係もない。あ、これでもしかして絶望して足踏み外しちゃったとかってなのかな。泉くんの狂言の可能性もあるけど。ああ、だから裏切りは許さないってことか。まず泉くんとあのリボンの子をやって、その後に最後お前だなおって感じね。なんか誤解なのかもしれんね、もしかしたら。そうだね。なかなか重たい話だな。いや、重たいよね。で、首を吊ってしまったってこと？あっ！踏み外し、あ、バケツから踏み外した。いや、多分もう濃いっていうか、よ、どうでもよくなっちゃったのかな。マジ、泉くんマジどう思ったんだろうね、翌日。いや、もうあいつは結構もう性格破綻してる気がするんだよ。そうなんで、なんかこう、ひょうひょうとしてられるな。なるほど、こういうシーン。あ、ちょっと堀越さん来たよ。え、どういうこと？え、第一発見この子なの？第一発見者がこの子だね。どういうことだこれは。やっぱ泉くんは嘘言ってたってこと？嘘言ったのか、なんだろう、言い方で何かあったのかな。そういう風に取れるような回答をしちゃったんじゃない、なおが。ああ。
人形の姿もだいぶ見えてない。あ、なるほどね。はああれかな、おもあれかな、なんか答えを聞かせてくれないからもういいやってなっちゃってたのかな。どっかそういう意味で言っちゃったのか、わかんないね。度数の高い酒一気に飲んで悪酔いした。あー、わかるわかる、こ経験ありますよ私も、ね、絶対これね、所詮わかるだろうなと思った。スピリタスを飲んでそうなったことある。決して今の状況ではない、うん、あれ本当に口につけた瞬間に唇がさ焼けるみたいになってさ。あ、やっぱそんな感覚なんの。飲んだらさ、なんか液体を飲んでる感覚ないのよ。なんかもう気体みたいなのが飲んでて、それがなんかこうこの何食堂を通り抜けていくみたいな熱を持って、それってもう本当焼けるような感覚。焼けるような感覚。はあ。本当なんか液体を飲んでるんだけど度数が高いせいで90度ぐらいだっけな。もうそれってさ、なんか酒の旨味みたいのってわかる？わかんないでしょ。さすがに飲むもんじゃないですよそんな。あれ体験してみては見たいけどね。よーっしょ、よーっしょ、唐突な泉。泉くん、そら産むわ、うん、そら産むよ。しかし死人が気になるな。死人がその裏にいる存在ってことでしょ。死人がなんか背中を押したのかね。この学校に残る恨みをかき集めて具現化させるのが死人って感じかかな。赤い花子の死の現場には何かあるかもしれないって言ってたな。3階か。